はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。え、今日もライズオブザローニンですね、続きからやっていきたいと思います。というわけで、一応こちらにいるね、大久保利通さんと、山形有友さんをちょっとぶち倒して、先へ進んでいきましょうという流れになっております。というわけで早速いきましょう。んーでね、この門の先多分もう一つエリアがあって、ボスの草加がいるという流れになってくると思うんですけども、おお、やってるやってる、当てる当てる、僕も混ぜてくれよ。よいしょ、おっ、はいな、はいな、これがサーベルの力。よし、じゃあ次行こうか。お、ちょっとこっち僕混ぜて、混ぜて、僕もごちゃごちゃに混ぜてください。よいしょ、おはい、おお前やる気あるな、樽をプレゼント。はい、出た、ポンポン、よし、割と余裕でしたね。ちょっと油断するな油断するな、まだまだ生きるじゃねえか。よし、というわけで僕は油断しない男なんで、ちょっとやってみましょうか。はい、よいしょ、君に火薬樽をプレゼント for you。 喜んでくれた、俺の声は聞こえないな。はい、というわけで、あ、硬い、こいつお前手だれだな。さては、ちょっと待って、あそこで歯入ってるやついる。危ない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 、抱っこされちゃうとこだった。ふう、あ、武器熟練度14まで上がりましたね。そういうことであればちょっと武器変えましょうか。というわけで、なぎなたでございます。さて、なぎなた装備したところで先に行こうか。あ、でも、流派ちょっと変えようかな。ちょっと待って。流派の選択肢意外となかった。このままで行くわ。とりあえず、これなんだ？探る。ご遺体からもいただいていく。しっかりと装備を整えていきましょう。で、あれ、相対してるのさ、絶対なんか、何やってんだ、こいつら。おい、おいおいおい。おっと、なるほど、しんちゃんか、長岡のしんちゃんか。まあ銃剣だよな。あ、ちょっと硬え、こいつ。あらららららら、あらららら、あらららら、ら火薬だる、これするね。喜んでくれると嬉しいな。死ぬつもりですか。危ね危ね。よし、じゃあちゃんとやろう。ちゃんとやってたよ、今までもちゃんとやってたんだけど、やばい。よし、ふう、よし、やるか。ちゃんとね、見ないとダメだわ。あー、嘘、ずるいって、そんな木でカード、いつでもどこでも頼りになるな、木さんですね。あー、もうタイミングずれちゃうね。こんなが入ってない、壁際のカメラ枠ちょっと良くないですね。はい、こんな欲しい、もっとスタミナ欲しい。くっそー、オッケー、ちょっとずつさばけるようになってた気がしますね。はい、あ、任意っていうか、この鍵ないと先進めないじゃん。まったくこの辺のやつ切り捨ててくれやがって、もうしょうがないやつだな。さて、手だれをと、あ、まだ手だれいる、ちょっと待って、手だれさっき倒したよね、あれおかしいな。まあいっか。さて、一回休憩入れます。よし、休憩完了。さて、先行きたいな。お二人さん大丈夫だな。え、何、あ、手裏剣、あ、ちょ、あれ
なんだ私の手裏剣、そんなになんか爆発するような効果あったんだ。すげえや。この辺もアイテムがあるわけじゃないのか。あー、もう本当になんだ。通るだけだね。となると、この蔵？この蔵？お邪魔。これだけか。よし、何もなーし。何もなーし。あれ？君ら、仲間か？あ？いや、仲間じゃない。いや、あ、なんかロックオンできないね、これ。どういうことだ？仲間ということでいいかな？多分。で、この先行くんだよね。あ、なんで？え、ちょっと待って。放て！おぉ！そういうことか。攻撃放って、はい。あ、あの大砲か。へぇ。なんだこれ。あ、アームストロングキャノンじゃないですか。アームストロングキャノンだ。よし、まあいいや、楽しんだ。さて、あとはマップを見ながら慎重に進んでいきましょうか。手だれをね。押し返せ。行くぞ。覚悟しろ。おい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。おっとっと、アームストロングキャノンがいるのか、向こうにも。あ、いるわ。落ち着いてさばけ。よかった。アームストロングキャノンでバラバラにならなくてよかったよ。なるほどね。おんおん、どっから、え、なになに、嘘、嘘だろ、嘘だろ。ちょっと近藤さん邪魔、近藤さん邪魔。いや、一発だけじゃねえんか。ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ邪魔だって。俺の進路に立つんじゃねえお前ら。俺の進路に立つんじゃない。こういうとこから回っていかなきゃいけなかったって状態だよ。要は。ああ、あれか。オッケーオッケー。見えないけど、見えないけど見える。見えないけど見える。見えないけど見える。よし。見えないけど見える。こういうこと。あ、結構作り複雑じゃね？あそこにいるの敵？何踊ってるんだよ、あいつ。なんか、あ、なんか入ってた。え、なんでさ、開くタイミングがちょっとね、僕の思ってるより遅いのやめてもらいたいんですよね。うん、まったく、まったく、まったくもって、許せない。よし。じゃあ、手本見してやろう。よし、OK。はい、はい。あ、いや、もう、近藤さんらもさ、ちょっと、うまい具合に戦ってくんねえかな。うまい具合にさ、なんか、いい塩梅に。よし。はい、はい、はい。よいしょ、ドン。ああ、お亡くなりになっちまった。よいしょ、いただきます。結構広いな、このマップ。これ2回行っても意味ない。よね。何もないか。いや、あそこにいるのは敵か？敵だね。あ、弾なくなっちゃった。さ。よいしょ。よいしょ。うい。いや、そんな近寄ってきて、悠長に銃構えてる暇はないぞ。一発で倒せ。ちょちょ。なんかさ、みんな、僕の邪魔してこないかい？ちょっとさ、君ら。狙うとこ違うんよな。違うんよ。死ぬつもりだよ。ちょっと、あのさ、真面目にやってるんだけど、うまくいかないね。はい、はい、よいしょ。よいしょ。ドン。まだいけるじゃなくて、あー、まだいける。あ、私ね。はいはい。よいしょ。マップ見よう、マップ。ああ、ここか。草かの元に向かう。はいはい。で、手だれどこにいるの、手だれ。手だれの手だれ。ああ、そっち側？ああ、なんか手だれっぽいのいるね。
いや、しかしアームストロング砲でいいんだよね、これね。これにだいぶやられちゃったわ。手だれはちゃんとあの中にいるから。あ、なになに、なに今の声、なに今の声。撃つぜ。あ、こっち味方か。決めるぞ。ガンバ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 。じゃあ行くか。食らわせる、食らわせる。撃つぜ。これ入れん。決めるぞ。やってんねー、やってんねー、随分やってんねー。さて、この先にいるやつ、あいつがあからさまに。そうだよね。よし、じゃあ手裏剣の力を全力投げ。全力投げ、全力投げ。よいしょ、はじききりましたよ、ちゃんと。よいしょ、よいしょ。はいはいはい、よいしょ。ドン。おっと、出てないね、セットが。あ、これちょっとタイミングずれちゃうんだよな。2人攻めてくれ、2人攻めてよ。攻め時だったよな、今。攻め時だったと思ったんだけど。はい、はい、よいしょ。いけいけ、よし、やるじゃん、やるじゃん。あ、これもう草草さん出てくるな。さあ、旗印を掲げたところで、はい、ショーにもいるということでお話していきましょう。よし、オッケー。んー、じゃあ、皆の衆、準備は大丈夫かな？行きましょうか。ここ、もしかして抜けられる？抜けられるわ。ちょっと待って。こっち側から来たんだっけ？あ、そうか、そこから来たんだ。となると、そこの隙間を抜けていくしかないということやな。アームストロング砲で押収してとこか、もしかして。めちゃめちゃやってる。え、これ大丈夫かな？あ、ムビ入っちゃった。草か、久しぶりだな。この後に及んで立ちはだかるか。立ちはだかるに決まってますよ。構え、とりあえず人に変える。はい、はい、はい、オッケー。よいしょ。痛い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 。よいしょ。タイミング合わなかったね。ちょっと呼吸はしてこうぜ、呼吸はしてこうぜ。もう4本くらい刀胸に刺されてんだよな。飛んでくる。よいしょ。ああ、考えて立ち回れ。よし、いいぞいいぞ、近藤さん。お前のおかげで私は少しだけ変われた。だが譲れぬものもある。おっと、すごい、かっこいいぞ。せっか決まんねえな。なんでせっか全然違う時に出んのよっ。せっか出ないんだけど、全然全然せっかかまんねえな。かまんねえってどういうことだ。はい、苦しむ者らに目を向けぬばかり、はい、祭りことは任せられん。なぜそれがわからんのだ。派手すぎて見え。ザイヤの獅子が立ち上がってこそ、オッケー、国は変わる。我々でこの国を垂らすのだ。よいしょ。痛い、輝きすぎて何も見えない。はい、よいしょ。ここだ。え、終わっちゃう、終わっちゃう。よいしょ、よいしょ。ああ、普通に来て殴っちゃった。貴様の勝ちだ。私を撃ったことは手柄にせよ。あれ、草加玄瑞はこの後た自陣するんだっけか。確か長州敗走するんだよね。
顔か。お前らが挙兵しなければ傷つくことはなかったんだぞ。イギリス式の大砲、想像を超える威力だな、最後。長州はすでにチリジリだ。あとは藩士たちに任せよう。いや、徹底的に追討すべし。攻撃は続けます。セゴドン、やっぱ違うな。この時の火災って確か1ヶ月ぐらい続いたとか、なんか歴史あった気がするな。長州は思ったより不甲斐ない。うん？固まれ。軒口を続ければ今日が怪人に帰したろうに。お前が仕組んだのか。懐かしいだろう、この匂い。あの日に帰るようだな。あの日我らは死に、そして生まれた。いずれ爆弾火の元があの炎。あ、これムービーじゃない。戦うぞ、多分。やるよな。刀持ってないけど、多分。そう、刀じゃないんだよな。とりあえず殴りに行くか。初心に帰り、修練でもどうだ。おっと、あ、てか、周りいんのかよ。遠い。やるな。スタミナが…タイミングが分かんねえ。タイミングが分かんねえ。ちょっとね、ちょっと押しつけ、押しつけ、押しつけ、動けない動けない。もうなんでそんなすぐ死んでしまうなあ、なんですぐ死んでしまうん。よいしょ、まず火薬だる1本目。はい、刀火薬だる2つ目んで、刀もぶん投げる。よし、はい、よし。なんでこいつ動かねえんだ。タイミング全然合わねえ。はい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 、よいしょ。見えねえ。そう、動きは分かんない。どこ狙ってるか分かんないんだよな。あの、二人がいねえ方がいいかもしれねえ。よいしょ、手裏剣全力投げ。私は力、はい、唯一持ち得なかったものだ。いや、タイミング合わねえな。よいしょ、ここおっせえ。もっと頑張って突っ込んできてよ。あのスプリンター張りの勢いで飛んできてくれた方が良かったな今。ちょっと毒まとわせるか。ちょ、こっちくん、マジでタイミングが分かん。あのさ、はいはい、よいしょ、あいな、あいな、あいな、ダメ、鉄砲からの、ふう、落ち着いて。よし、大丈夫。意味が分かんねえ。くっそう。おっ、ええな。おっせえよ。もっとちゃんと突っ込んできなさいって。はいはい、いや、もうせっか出ねえ、せっか出ねえ、全然せっか出ないんだけど。いやー、もうタイミング全然わかんない。嘘、嘘だろ。ここ、よし、やっときた。
よし、これでかっこよくとどめ刺させてくださいなと。ひとたび偉人の武器を手にすればあとはたやすい。小さな火種でも火の元を焼き尽くす大戦が始まる。戦乱の中でこそ我らは求められるのだ。言い返してやれや主人公。ようやくお前と生きられるよう作ることができたんだ。我らは二人で一つの隠し刀、共に行こう。ある男が言った。幕府はもう死んでいると。だから生まれ変わらせるのだ。皆が望むよえ。少しでも明るい方へ手探りで進む者たちがいる。その光を、夜明けを探る者のために私は戦う。お前とはいけない。お前は分かってくれると信じていた。お前だけは。行くのか、片割れ。完全に道分かたれたな。みなちりじりか。せめて落ち延びてくる。先生が夢見た。あ、やっぱりこ民草のように自信するつもりや。伊藤、山形、中岡、桂さん、新作ふみ、最後に一目会いたかった。松陰先生、今恩も。さすがに草加生存ルートはなかったか。源氏元年8月、草加源氏は自刃した。去年25歳であった。ここで中岡慎太郎、これ因縁深められるんか。これ草加源氏の自刃により禁門の変は終結し、敗北した長州藩は朝敵となった。戦いは終わったが、その最中に放たれた火は一夜明けても京都の空を焦がし続けていた。そう、一夜どころじゃなく燃え続くから大変なんですよ。現在なぜ皆理想のために死にたがるのでしょうか。待つ者の気持ちなんて考えもしないで。賢髄が大きな理想を追ったが、皆のためじゃ。この日本を新しゅうするために。私にはどうしても分かりません。平和な世を作るために戦をするなんて。戦乱の中でこそ我らは求められるのだ。我らがずっと望んできた世だろう。長州の残党ども逃げられはせんぞ。おお、新選組の皆さん。おまんらもうええだろ。戦は終わったんじゃ。残りの奴らを追い詰めた。来い。
や、血生ぐせえなあいつら。もう殺し合いはたくさんじゃ。殺し合いを止めるために殺しましょうか。お、幕府軍の追討。よし、行くぜよ。とりあえず行くしかないね。待ってよ、坂本さん。天然立身流回転。うわ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 。やりすぎだよな。長州の門は皆、日本をどうにかしたいち思っちょったはずじゃ。わしらと何も変わらん。それがこんな。俺も手合わせとこう。こっちや。ちょっと、わし合わせとるやないか。ちょっと待って。すまんすまんて、確かにちょっと遅れたわ。遅れた、ごめんね。手合わせるの遅れたからさ、早よ行こうっていう、そういうことだろ。新作は無事かの。それに慎太郎も長州と一緒に戦いよったはずじゃが。いやー、意外と無事なんじゃないか。高杉晋作ってどうなった。これでなくなっちゃってんだっけ。戦でやられちゃってる気もするね。お、なんやこれ。なんでここにあんの。これそうだね、竜魂炉でね。なんで長州の生き残りがあの寺に逃げ込んだようじゃな。新作がおるかまではわからんけんど、乗り込んで皆を助けるぜよ。幕府側の奴らとの切り合いは避けられんじゃろうが、覚悟はええかい。どうにか戦いを避けられないか。わしじゃて避けられるがなら避けたいけんど、幕府側の特に新選組の奴らは聞く耳を持っちょらん気の方は。そうか、よし助けに行こう。ということは素手でやるしかないな。さすが、おまんは肝が座っちょるの。わしらは新選組に加勢しちょったき、ここで長州を助ければ裏切りも言うことになるかもしれんけど、すぐに行動を起こさんと手遅れになりかねんきの。火を見て追っ始めるぜよ。いや、やるしかなかろうもんね。いや、山形の有友さんがいるんだけど。そしたらどうしようかな。助太刀ちょっと、助太刀、トトをちょっと変えようかな。いや、このまま行こう。私は、このまま行く。溜めて申し訳ない。このまま行く。配信の定め。よし、行きましょうか。手裏剣のままだった。いや、これは、でも背後から、チョンってやってた方がいいかな。よし、まあ、とりあえず背後からチョン行くか。よしよし、オッケーオッケー。まだどこかに隠れているはずだ。一人残らず撃ち取れ。そうだね。こいつ。お仲間が、お仲間が消えたにもかかわらず、こんな感じだぞ。見事なもんじゃ。ん？ここ、なんだ？あー、こっから上行く感じか。オーケーオーケー。本能寺。あ、ここ本能寺なんだ。へえ。まあよかろう。反対側行く。いや、あの蔵なんか煙出てんだけど大丈夫これ。ごめんなさい、今ね、分かんなかったかもしれないですけど、くしゃみしちゃったんですわ。めちゃめちゃがっつりくしゃみしちゃった。え、お前ビビんねえの？やるじゃん。あ、これ、やっぱりせっか遅いんでね、タイミングがね、今のは。なんとなく分かるんだ、それ。え、あ、ショートカットみたいな？ショートカットみたいな感じだな。この蔵は入れないのかな？なんかすげえ、くすぶってるんだけど、これ。殴ったのかな、これ。うわぁ！危ない！やばい。危ないが遅い。危ないが遅いよ。バックドラフト現象が起きたんだ、あれ。なるほどね。あ、この樽をもうぶつけんしゃいってことだったんだ。はい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 。ティーン。
彼一人。お命ちょうだい。さてまあぐるっと回って見に行きましょうか。オッケー何もなさそうやね。手だれが全然いないね。手だれおらんな。お、あいつらが追撃組。こっちの寺の中いるんじゃないこれ。いないのかな。誰かいませんこれ。いませんね。そしたらまあ彼をやっとくか。はい、よいしょ。落ち着いて。見事なもんじゃだろう。よし、んじゃあなたを取る。お、あの手だれだったか。よし、オッケー。はいはい、よいしょ、オッケー、完璧。はい、打たせておいて取る。はい、こうやって打つ。相手の頭を一撃でぶち抜く。これが寛容よん。あ、これあの暗殺ルートだったね。あそこ通っていくことによって無事にね殴れるという。あれ、これで先進めちゃうのか。もしかして進めちゃうのは。ちょっと一回戻るね。一回だけ戻る。ということで戻ってきたのが最初のところだね。で、ここの上行けるよね、これね。行けねえわ。行けねえわ。あ、ここ行けるかと思ったけど、全然行けねえわ。なんだ？なんだ？なんだ？戻ってきただけじゃん。じゃあ先進みまーす。よし、というわけで、無駄なところを通ってきたけど、先へ進むという感じで行きたいと思いますね。で、これとりあえず旗印ね。はい、長州藩主救出する。いやー、したいよね。どういうこと。死にそうになってるやついるってことかな。あ、これは後ろ。よし、やろうか。やりすぎだね君たち。ちょっとやりすぎたね。よいしょ。あらこの人大丈夫かしら。ん、今どっかいた。あ、いる。はい、一人だけかな。よし、あーいるね。あーいるね。強いな、やつは強いぞ。走り暗殺。よいしょ、覚えてきてました。走り暗殺しっかり。お前鉄か。よいしょよいしょ。おいたーい。おっと、間に合わなかった。いや、まず死ぬ気じゃない。俺はまだ行きたい。はいはい、よいしょ、大丈夫だよ。よいしょ、空中で止まるな。お前は人間だろう。空中で止まるんじゃない。さて、このまま先へ行くには、向かうべき、ちょっと急げ。違うこいつじゃない、こいつ。やばいやつを助けなさい、やばいやつを。よいしょ、どっこいしょ。はいはい、よし、箸救出した。これ大丈夫。あんた強いな。頼む、高杉さんを助けてくれ。追い詰められて今は本堂の方にいるはずだ。わかりました。よし、一人目か。これ救助そうか。こんな感じね。もう一人だけなんだけど、まだ助けられてるの。本堂の方っていうのが向こうか。まあ、とりあえず順番やっていこう。
ウィーン。反応なし。あ、いや、これお主生きとるな。さすがの高杉さんも満身創痍だ。このままじゃ。これ高杉さん終わるな。マジでやばそうだな。あれセゴドンがいるんじゃないか。セゴドンがここのやつ助けた。あとこの辺のやつってなんか見たっけ。僕屋根の上要チェック。いやここ行けないじゃん。あこんなもんか。屋根の上からなんかできたってこと。ああ、これでここのやつを倒しに来れたってことか。わかった。しんじゃとりあえず行こうか。やっぱ金門の辺で高杉さんはお亡くなりになる冗談やろうね、これね。雰囲気的にこっち側行くか。で、あと2人助けないといけない。あー、違う違う、これは助けたやつ、助けたやつだよね、これね。で、こっち反対側進行方向をしっかり定めて向かっていけば大丈夫だな。助けられるはずなんだけど、こっちが本堂か、こっちがダンスかな。助けを求めてる、助けを求める声が聞こえる。いた、いたね、聞こえたね、やっぱり。ありがとう、これを受け取ってくれ。何もろった？あー、あれ、これがちょっとルート。あ、オッケーオッケー。そしたらとりあえずあそこの壁ぶち壊すか。ああ、何の意もね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ、オッケー。はいはい。おい、やめなさいやめなさいやめなさい。はい、でとどめということで。こいつ誰か。まだまだ甘いね、その動き。よいしょ、どい。あと長州藩士がまだ一人いるんだな。どこにいるんだろう。濃姫の薙刀、はいはいはい。茶本とかありがたいですね。でこれさすがに、これこの門開けたら開かないねこの門開けたらと思ったけど開かないわ。長州藩士の方、長州藩士の方、まだ命のある長州藩士の方、いらっしゃいますか？いらっしゃいましたら、私のところまで来ていただけますと、ちょっと、漏れなくね、お助けしたいと思うんですけど、いかがでしょうか？いかがでしょうか？これ、このままいけないわ。いらっしゃらないですね。助けを求めてる声が、聞こえなくなってしまった。よし、となると、あとは順路通りに行けば、多分襲われてるやつがいるから、それを助ければ OK ということかな。こっち側は？あ、こっち側はさっき来たところだね、見たことある。となるとこちらに、あーあー、闇商人までいる。これボスだね。ちょっと、あとどこにいるんだこれ。あー、あっちボスだよね。この先か。あ、いそう、いそう。これはえ、いる。珍しげなものじゃな。いいものじゃないか、これは。これショートカットだ。ここで開通する嘘だろ、ここで開通すんの。なんか意味あんのこれ。ああ、いや、いねえわ。え、ってことどこにいた長州藩士。ちょっと待って、助けてないやつがいる、どっかにいる。ちょっと
探してくるわ。探してきます。どこにいんだ。あ、いた。いた。いた。やっと見つけた。おい、大丈夫か。すまん、助かった。例にもならんが、これをめっちゃ緑色だわ。ゴーストにやられたな、きっと。ちょっとゴーストバスターズ見てきたばっかなんで、あの緑色のスライムみたいなのを見るとちょっとゴーストにやられたと思ってしまいますね。よし、んじゃあお助け完了なんで先行こうか。あー、なるほど、こいつ手前にいたのね。オッケーオッケー。さて、準備完了。お二方よろしいか。おそらくボスだぞ。僕の心の準備はできていないかな。あれ、僕の邪魔で、起きたくんか。よ、容赦しないよ。さっきまで一緒に戦ってたんだけどね。ためが長い。ちょっと待ってな。多分誰か相方来るでしょ、そのうち。回復してる。はいはいはい。オッケー、返してこれを。三段突きか、もしかして今のが。海名高い。全然スタミナが、スタミナなくてテッカーできなかった。面白いね。少し借りるよ。もっと何、ちょっと気に入ったよ。おー、なんだそれ、かっこいいな。あの、よいしょ。はい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 。いやー、全然せっか決まんねえな。おっと、あー、ボタン間違えた。くっそ。おっ、ダメか。はいはい。いや、全然せっか決まんねえよな。はいはいはい、頑張って。よいしょ。毒。いやー、せっか出るタイミング完全に遅いわ。よいしょよいしょ。切り始める前にやらないといけないんだけど。おっとおっとおっと、そうだろうね。どっこいしょ。よいしょ。王子、もうその辺にしとかんかい。そうそうそう、毒も食らってるし死んじゃうよ。あ、高すぎやん。その腕があれば近藤さんの役に立てるのにな。もし考えが、いや、やめておくよ。おまぁ、よう止めてくれたの。さあ、とっとと新作を連れて逃げるぜよ。え、沖田の様子おかしかったけど。確かに気にはなるけど、そんなことより今は新作を助けるのが先じゃ。まあそうだな、早く助けんと。長州の京屋敷までならなんとか運べるじゃろ。この騒ぎであっちの囲みはへっちょるはずじゃ。いやー、これ高すぎ、助かんねえだろうな。手遅れになるかもしれん。ほれ、急ぐぞ。はい。あ、助かった。あんたらにはすっかり世話になっちまったな。元気になったようだな。あの時は三途の川を渡りかけたが、おかげさんで戻ってこれたよ。
お龍が追ってくれて助かったぜよ。おまんに医術の心得があるとはのう。怪我の見立ては父さんよ。私は言われた通りに手当てしただけ。丸崎先生とお龍さんには感謝の言葉もない。あんたらが来てくれなけりゃ命を落としていた者も多いはずだ。わしも驚いたぜよ。ここでお龍と再会するとは思わんかったけど。うん、そうだな。確かにできすぎた話だ。あんたらは深い家にして結ばれているのかもしれんな。そうなのかな。それはそうと。桂さんはその後どうじゃ。居場所は分かったかい。いや、池田屋の一件以来音沙汰なしだ。ただ今朝方屋敷にこんな手紙が投げ込まれていてな。何何。鴨川で待つ諸君狂いたまえ。これはもしかして桂さんか。断言はできんがな。松陰さんの最後の言葉はあの場にいた者しか知らんはずだ。まあ確かに。顔もがいい。まあ罠にしてもな。そうじゃな。行けばわかるじゃろ。ぼちぼちまとめ役の桂さんに出てきてもらわんと皆の足並みも揃えられんきの。悪いが頼めるか。俺も行きたいところだが、まだ満足に動けない上にちょいと風邪気味で。任せてくれよ。わかったぜよ。そうと決めれば早速行ってみるかの。京都にも長屋を用意しとるき、助かるき。そこで支度するとえ。鴨川で落ち合うことにしようかい。気をつけてね、龍馬。お、新作を頼むぜよ。ふう。ちょっと待って。R2 を押すと確認できる。はいはいはい。どこだ。お、京都の土地勢力と勢力転向。敵勢力の土地では、隣接している敵、同敵勢力の土地数や、はい、敵が強化される。ははは、どの都市の因縁を深め、敵勢力から解放していくかが、有利に戦うための鍵となるというわけでございますね。京都結構狭いっていうか、なんかイベントいっぱい入っとる。なるほどね。鴨川がやっぱ最後だな。とりあえずこういうイベントをね、ちゃ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 っとやっていきたいと思いますね。赤目のお尋ね者をすべて倒す。あー。はい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 。なんかいっぱいあるわ。まあ、というわけで今日は一応終わりにしようかな。その前に長屋行こう一回。長屋行きますわ。うん。とりあえず長屋に移動します。お忍びで来てしまう。おー、というわけで、篤姫エンドか。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回またこの続きからやっていきたいと思います。で、一応ね、マップの解放ですね。治安が悪化しているところとかの、解放なんかはある程度やって、次回はミッションの、サブミッションの方ですね。を順次クリアしていこうと思います。で、鴨川へ行くのは、ミッションがある程度片付いてから、やっていこうと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまで長々かかったな。京都来るまで。あ、ごめんね。姫、ごめんなさい。ほっといてすいません。後で会話しましょう。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ここまでの方に私、コンイでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。関係を終わりにしたい。やっぱりあるんだね。はい、なんでもありません。まあ、ゆっくりしましょうや。